中国製潜水艦、タイの調達が暗礁に乗り上げています。エンジンの供給ができないと。あら、タイだから、タイは中国に潜水艦を発注して金も払ったんですね。そしたら中国から、すいません、ちょっとエンジンで乗せられないんですけどって、マジかよって、エンジンない潜水艦を変えるわけないだろうというですね。いや、エンジンないんです。動かないんじゃなくて、そもそもないんです。で、タイ怒って、いや、エンジンのない潜水艦は言いません。そりゃそうでしょう。なぜかというと、ドイツ製を使う予定だったんですって。で、ドイツが売りませんって言ってきちゃって、あちゃーって感じで、中国もすいません、ドイツ製のつけるはずだったんですけど売ってくれないみたいなんですけど、エンジンなくていいっすかって、いや、なくていいわけねえだろうというですね。はい、そんな話ないよね。もうね、ほとんどコントみたいよね、それ。はい、いきますよ。これ、急にドイツが売らないって言ってんだったらわかるんですよ。天安門以降売らないって言ってんですよ。じゃあ、なんでドイツのエンジン積み込む予定で売り出してんだよ。今、急に売らないって言ってんだったらね、中国もあちゃーって感じでね、まあ、わからなくもないけど、天安門事件以降売ってないんです、ドイツは。なんで買えるつもりになってたのかが、もうほんと意味不明なんですけどね。はい、読みますよ。タイ政府による中国製潜水艦の調達計画が暗礁に乗り上げている。建造を請け負う中国国有企業はドイツ製エンジンの搭載を予定していたが、ドイツ側が供給を拒んだため、タイ政府は当初の合意条件通りでなければ契約破棄もあり得るとしており、両国関係のしこりとなる可能性がある。エンジンがない潜水艦を購入する必要があるのか。そりゃそうだ。タイのプラユット首相は4月上旬記者団にこう語り、契約が遵守されなければ調達中止を検討する考えを示した。タイは2017年に同国海軍が中国側から潜水艦1隻を135億バーツ約500億円で調達することで合意し、23年の引き渡しを予定していた。潜水艦の建造を担う中国国有の造船会社は、当初ドイツエンジン大手 MTU フリードリヒスハーフェンのエンジンを採用する予定だった。だが、ドイツが中国へのエンジン輸出を拒否し、造船会社が潜水艦の建造を中断していると、タイメディアが2月に報じた。在タイドイツ大使館は報告を受け、中国はタイとの契約締結前に、ドイツに対し、エンジンを潜水艦に使うことを伝えていなかった、との声明を出した。中国側が代替案として、中国製エンジンの使用か、中古潜水艦の提供を打診する。中国は21年12月に中古潜水艦をミャンマーに無償譲渡している。タイ海軍の報道官は取材に対し、中国から直接的に代替案は示されていない、契約通りドイツ製エンジンを搭載した潜水艦の受領を要求すると述べた。そりゃそうでしょう。はい。EU から中国への武器輸出は禁止されている。天安門事件を受けた措置だった。ただ、アメリカ政府系メディアのボイスオブアメリカは、エンジンを民生用として輸出する抜け穴があったとし、中国からタイへの潜水艦売却がニュースになり、実行が難しくなったと指摘した。また VOA、ね、ボイスオブアメリカは、中国製エンジンでは十分な性能を確保できるか不明として、タイ海軍が当初の設計通りにドイツ製の搭載を求めていると報じた。タイは14年に当時の陸軍司令官だったプラユット氏が軍事クーデターを起こした後、欧米諸国から批判を受けて中国と接近した経緯がある。インドネシアやマレーシアなど周辺国が、複数の潜水艦を保有する中、タイは一隻も持っておらず、安全保障に不可欠として中国からの調達を決めた。ということですね。はーい。で、タイ政府は次期戦闘機の調達も検討している。機種選定を担う空軍の委員会は3月、アメリカの F-35 を有力候補に選んだって。もう最初から潜水艦なんかさ、アジアで一番ね、てか世界最高の通常動力の潜水艦は日本が作ってんだからさ、まあ、日本はね、さすがに最新鋭は売れませんよ。でもちょっと2世代ぐらい古いやつだったら、まあ、それは売ってやらないでもないですわ。でも日本にね、日本に最初から頼んでけばよかったのよ。
中国の潜水艦なんかね、もうポンコツなんですから、ね、よくね、海軍じゃない、海上自衛隊の人に聞いたんですけど、中国の潜水艦って、チンドン屋って言ってましたよ。もう音がすごすぎて、はい、そこにいるって、もうすぐ分かっちゃうんですって、もうチンドン屋だって言ってましたよ。そんなね、潜水艦で隠密行動できないなんて、何の意味もないですからね。もう日本の2世代前で十分ですから、あ、最新鋭は売りませんから、はい、すいません。2世代ぐらい前だったら売ってあげてもいいんじゃないですかね。隠密行動できるわけですから。まあ、原子力潜水艦でなければ、通常動力であれば、日本のがもう一番性能がいいわけですからね。もう日本のを買っとけばよかったんですよ。というわけで、そう、騒がしい忍者ね。ほぼ意味ないですからね。だから、軍事目的のものは、もうヨーロッパから輸出しないってことは決まってたわけですね。ただ、まあ、民生用ですよって言って、嘘ついて買って、嘘ぴょん、実はこれ兵器に使います、みたいな、そういう、えげつないことを中国はやってたわけですね。そして今回バレちゃったわけですよ。すいません、バレちゃいましたって。でドイツ売ってくんないって言ってるんですけど、どうしましょう、エンジンないんですけど、いいっすかって、いいわけないだろうって言って。最初から日本に頼みなさいよ。というわけですね。